Nah, sekarang gua mau lanjut story-nya. Siapa ini namanya? Mona, Mona. Nah, ambil dulu story-nya. Claim daily. Langsung gas beyond this world star astrology and the 50 years path. Fuck. Ini jalan. やっと来ましたね。 待ちくたびれました。やはり私の先生術に間違いはありません。さあついてきてください。飛び込み営業の占い師か、うん、悪いけどそういうのいいから。あなたこの世界の人間じゃありませんね。あなたの秘密をあっさり見抜いた私のこと、まだ思い出せないんですか？It's been a while. You are Mona. Ini yang sebelumnya kan ada event yang Fizzle itu, yang meteorit itu. Lah itu ini pilihannya ini. Tapi kalau kalian story-nya yang sebelum meteorit, tapi story-nya Mona, pilihannya bukan yang ini, beda lagi. Jadi yang cerita yang asli itu story-nya dulu, baru yang event meteorit itu. Berarti ini it's been a while. Ah, 思い出したぞ。あの先生術師だ。そう、そうです。アストロギストモナメギストスです。今回ここに来たのは、私の師匠の箱を取り戻すため、一緒にモンドへ来てもらいたいからです。あれは師匠とその友人が50年前に交わした約束。ただ師匠は年で、体も老いてしまったので、私が代わりに取りに行くことになりまして。箱を取り戻すって、オイラたちとは関係ないだろ？なんでオイラたちも一緒に行かなきゃいけないんだ？それはほら、箱を保管している人と勝負するためです。ナイスアングル。師匠とその友人は生涯をかけて神秘学について競い合ってきました。ですが勝負がつかなかったそうなんです。だから今回私が勝てたら師匠よりもすごいってことになるじゃないですか。So you want to prove yourself, huh? So basically you want to look good. Bawah. 何言ってるんですか。私はこれをきっかけに自分の先生術の実力と地位を証明したいんです。ですが私が占ってみたところ、師匠の友人は現在モンドにいないみたいなのです。今箱を保管しているのはその継承者。きっと私のようにその継承者も自分の師匠より優れていることでしょう。決して油断はできません。今回の勝負は何が何でも勝ちたいと色々考えた結果、あなたのことを思い出したのです。But I have no idea how astrology works. How did you end up thinking of me? 師匠から受け継いだ知識は代々伝承していかなければなりません。Oh, nice angle. もし向こうの継承者に会うとき、私が弟子を連れて行ったら、それだけで一歩リードできているじゃありませんか。それにあなたはモンドの英雄。肩書きとしては申し分なしです。だから。I refuse. Since when I was your student. Okay, I refuse. Refuse, yeah.
Gimana bacanya? Refuse. Biasa, cari translitan dulu. Refuse itu menolak. Refuse. 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 だから本当の弟子じゃなくて、弟子のふりをしてくれればいいんですよ。それに私と一緒に箱を取り戻すことは、あなたにとってもメリットがあるんです。向こうの継承者に会ったら、知識の交流をすることになります。そしたら、あなたの運命がよりはっきり見えるようになるかもしれません。Angle-nya benar-benar nice. 今まではっきりと見えなかったことが見えるようになるなんてこともあります。例えば、神や家族のこと、その答えが見つかるかもしれませんよ。マジでかってないんかにゃんじる。確かに、国を一つずつ探していく手間が省けるぞ。To sound like fine condition. Well, I guess we will play along. それこそ賢い選択です。では参りましょう。でもここを出る前にちょっと寄りたいところがあるんです。天候山に小さな宿屋があります。そこの食事は安くて美味しいのに、なぜか人気が出ないんです。ここ最近はそこの店主のお世話になっていたので、出発する前にきちんとお別れを告げさせてください。オッケー。出ないのも当然だな。モナさん、ちょうどいいところに来てくれました。ここへ来る途中、玉石の指輪を見ませんでしたか？玉石の指輪ですか？見てないですね。どうしよう、私の大事な指輪がスライムに飲み込まれてしまったんです。あれは母がくれたものなのに。お、モナがいるし心配いらないだろ。彼女の先生術なら。ダメですよ。先生術は真実を洞察して運命を見通すための由緒ある知識。むやみやたらと使うようなものじゃありません。でもここの店主には世話になったんだろ。これはプライド、つまり心の問題です。先生術ならどんな問題でも解決できると思っていたら、先生術師はいずれ星空に見捨てられてしまいます。結果、占いは未来を導く力を失い、二度と名門を見通せなくなります。だからこの心情を曲げることは決してできません。そんなすごい能力を持っていて金儲けに使わないなんてもったいないな。はあ、協力してくれたらお礼に2万モラを用意していたんですが。もう貸し200。え、20,000 20,000 なんだ。 OK、 20,000 2万ですか？ Are you alright? What's with that look on your face?いえ、何でもありませんよ。ただこうも簡単に2万モラが手に入るなんて、指輪を拾った人はラッキーだなと思っただけです。 You were just talking about an astrologer's bride. Whatever happened to principles are principles. Young bride. それはそうですが、でも
店主が汗水垂らして稼いだお金を出してまで探した指輪です。きっと何か特別な思い入れがあるのでしょう。このまま放っておくのもよくありませんね。探してあげましょう。先生術を使わなくともきっと方法があるはずです。モナの考えがなんとなく読めてきたぞ。この件はあなたに任せます。これは師匠から弟子への最初の任務です。 But of course quest it become my business again。 スライムに飲み込まれたっていうなら元素の餌で周りのスライムを誘い出してみるか。覚えてるか、ディリュックの旦那のとこで生成した元素の餌。実はちょっとくすねておいたんだ。 Well done by you. Don't tell me that when you get greedy you well done by you. Apa yang bawa ya? Enaknya itu yang bawa aja lah。細かいことは気にするな。何か策があるみたいですね。おう、すぐ戻るから待っとけ。オッケー、ニャリチンチンヤンティマカンスライム。元素の餌の効果はすごいから、この辺りのスライムを一気に誘い出せるぞ。ただスライムも数が多いと危険だからな。ちゃんと準備しとけ。オッケー、langsung siapin visel。ゴバ、ヒヨ。langsung ulti gua hilang semua gara-gara tenggelam。あっ、じゃあ。任せてください。ゴバ。Aduh, aduh, aduh. Hilang punya aku. Terima kasih. Ini akan berhasil. Ini akan berhasil. Silku hilang, buset. Kena. Eh, yang petir di sini, woi.なるパハハヒヒヒホウホウホウ。カカニャンペチャラニャン。オブロマティ。カナカリアン。あ、どうぞ。料理の時間だ。ini kalau kena es terus nyawa gua ngurang terus kena embunnya doang。langsung balik。 ini perjalanan menuju ke Mondstadt ini dari Liwei。 これこれこれです。もう二度と戻ってこないかと思いました。よく見つけました。なかなかやりますね店主。大事なものはちゃんと保管しておいてくださいね。今度なくしたらまた見つけられるとは限りませんから。気をつけます。母からもらったこの253個目の指輪をなくしていたら、どんな顔して母に会えばいいか分かりませんでしたよ。
Lost in the 253 ring. Wow, ini cincin ke 253 apa 254 ini? Ah, どうやら 誤解 させて しまった ようですね。 うちは 玉石鉱山を 3つ 所有 しているんです。 いいお嫁さんをもらえるよう、母が 玉石のアクセサリーを 家宝としてたくさん 用意 してくれて、 全部で 500 点 ぐらいですかね。じゃあどうしてこんなところで宿屋を開いてるんですか。若い頃に家業を継いでしまったゆえ、こう退屈な思いをしてましたので、とりあえず感謝しています。これが約束のモラです。どうかお受け取りください。じゃあ遠慮なくいただきましょう。 That was quick.Even Paimon was not that fast. 苦労したのはオイラたちなのに。弟子は弟子らしくするのです。師匠から手柄を横取りしちゃいけません。 I never said I will really be your disciple. Disciple, yeah, disciple. そうだそうだ。今から練習しておかないとモンドについてすぐバレてしまうかもしれないじゃないですか。向こうの継承者はきっと私と同じように賢いでしょうから。わお、エンゲルニャー、ドゥッ、エンゲルニャー、イトゥル。今、なんか大きな音がしなかったか？ああ、そういえばモナさん、ここ2日何も食べてませんでしたよね。お金が…うわあ、うるさいうるさい。そんなことありません。放っておいてください。ふむ、今回弟子のあなたが頑張ってくれたおかげで解決しましたから、このお金で弟子をいたわってあげましょう。ここから北に行くと防除旅館という場所があります。そこの食事はかなり美味とのことです。そこでお食事にしましょう。おっと、礼ならいりませんよ。これは師匠として当然のことですから。あ、langsung lari。ご飯をおごってくれるって？オイラの聞き間違いじゃないよな。 Let's go after her. There I said it for you. She a good person said it for you. Yang mana ini? 2 1オッケー、サトアちゃん。早く行こうぜ。美味しいものが食べられるぞ。オッケー、ダブトリワッサパ。イトドワン、ブク。ティカプルプリモクム、サマー。クリスタル。Yep, that is my Genshin Impact gameplay.Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!